ライトアップされる、モスクワの電波塔、シャーボロフスカヤのラジオ塔、シューホフタワーは、ウラジーメルシューホフによって設計された一連の、総局面構造の外観を持つ建築様式。総局面上の構造の強靭さを活用することで、少ない鉱材で塔を建設することができるため、主に旧ソビエトを中心に、いくつか建設された。積雪時に積もりにくい。理論的には、 以前からあったが、ロシアの技術者、ウラジーミル・シューホフが最初に建設したのでこの名称で呼ばれる。どれも、帯子を双極面上に編んだ鼓のような上下が広がる形状をしている。1922年にこの構造を用いて建設されたモスクワの電波塔、シャーボロフスカヤのラジオ塔は、単にシューホフ塔とも呼ばれ、150メートルもの高さを持ち、 その美しい曲線美からロシアアバンギャルド建築の代表作として現在でも夜にはライトアップされている。2002年までラジオ TV 電波塔として活躍した。2014年には取り壊し計画が発表されたが、それに反対した著名な建築家たちがプーチン大統領にロビー活動を行い取り壊しを免れ1300万ドルドルをかけた。 修復作業計画が実施されることになった。ありがとうございます。